はい、こんにちは、まやチャンネルまやはです。今日はこちらですね。アメージングシンキング粘土パピーズです。はい、こちらですね、先日ビレッジヴァンガードで見つけてきたやつですね、はい、1個980円したんですが、なんと、透明の粘土、はい、はい、あ、そうだ、今日もね、ちょっと事務所のブームで撮影してますね。ここだとすごい綺麗でいいよね、うん、まあ、周り白だし、超綺麗ね、はい、はい、じゃあ早速開けていきましょうか、はい。あ、なんかこんな風になってるよ。カンカンになってるんだ。本当だ。せーの、デュルリン。おお。あ、これまたさらに透明の袋に入ってる。うん。入ってるね。でもすっごい、え、完全透明なんだけどこれ。本当だ。すごくないこれ。うん。うわ、結構ぐちゃぐちゃだけど。本当だ。あ、でもすごい、すごいすごい。取れた。こんな感じで、あ、すごい、すごい、ほら、ちゃんと粘土みたいになってる。粘土ってグミっぽいのかな。あ、取れた。すごいよこれ、面白い。本当だ。こんな感じ。うん。伸びるし。あ、ちぎれた。これ面白いね。うん。匂い。粘土の匂いではないね、うん、なんだろう、あんまり匂いしない、無臭だな。おお、丸くなった。あ、綺麗。すごいね、こんな感じで、こうほら目隠しとかできる。あ、うん、見えると、向こうは見えないね、そこまでの透明度はないけど、うん、でもすごいな、これすごい。初めて見た、こういうの。これ、面白いね。すごい、どんどん伸びるけど。本当だ。出るな。あ、やめてすごいすごい。結構ビタッとしてるね。ビタッとしてる、うん、じゃあこれでさ、なんか形作ってみようか、それぞれね。はい、うん、はい、ということでパパできました。はい、ヤシ君、これ何かわかるかな。リンゴ。そう、リンゴ、うん、これ簡単にリンゴできました、はい、てかもうあれだよね、丸くして上へっこまして、この茎の部分ちょっとつげ足しただけ、うん、はい、でもね、これね、手でこうこねてると柔らかくなっちゃって、はい、なんだろう、重力で、ね、だんだん形変わってきちゃうんですね、うん、そう、そこが怖いですね。ちょっと難しいね、これね。はい、エシ君はまだ制作中ですね、はい、はい、パパはじゃあまた別の作るかな。パパ、あれだよね、ちょっとスクイーズチックっていうかさ、触ってると気持ちいいね、うんうん、ずっとこねてるとだんだんこんな風に白くなっちゃうんですね、はい、濁ってくる。これがしばらく時間が経つと透明に戻るらしいです。はい、エイジングのできましたね、はい、お、これはカブトムシ。カブトムシ、ちょっと分かりにくいけどカブトムシか、うん、あ、確かにちゃんと足もあって、前にあるのはデロンとしてるのは角ですね、はい、はい、ちゃんと目も、あ、目もあるんだ。これちょっと透明だから分かりにくいけどね。そうだね。あ、でもちゃんとできたね。うん。それでさ、これちゃんとこのケースにしまえるからいいね。うん。あの、これでなんだ、どっかさ、他のとここういうところに置いておいてさ、デローンって下落っこっちゃうことがないからね。うん。それはいいんじゃない？はい。ケースね。うん。はい、ということで今回はアメージングシンキング粘土パピーズでした。はい、ということで今日の動画もしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価お願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。